Discover Your Crown 新しいクラウン始まる。トヨタでございます。本日は新型車の発表会にもかかわらず、皆様には入り口で15台のクラウンを見ていただきました。それはなぜか。本日は歴代試作とクラウンの物語から始めさせていただきます。クラウンの原点はトヨタの創業まで遡ります。今から90年前、豊田喜一郎は自動車事業への挑戦を決意いたしました。その根底には大衆乗用車を作り日本の暮らしを豊かにしたいという思想がありました。創業から15年が経った1952年1月、ようやく念願の国産乗用車作りが始まります。社名のクラウンは喜一郎の発案で決まっていたそうです。初代試作に任命されたのが中村健也さんでした。中村さんは強い使命感のもとクラウンの開発に全身全霊を捧げました。いいと思うことはたとえ周囲に反対されてもやる、そんな強い信念を持ち、前輪ダブルウィッシュボーンサスペンションをはじめ最新技術のすべてをつぎ込みました。発売当時を振り返り、中村さんはこう言われています。日本中がお祭り騒ぎのようでした。まずいところを謝ると小さな傷だ、すぐ治るとお客様の方が慰めてくださった。国中を挙げて僕の知り押しをしてくれた感じでした。1957年には日本車として初めてオーストラリアでの海外ラリーに参戦し、その後乗用車で初となる米国輸出にも挑戦いたしました。そして1959年、乗用車専用の元町工場を立ち上げます。乗用車の黎明期、年間6万台の量産工場を建てることは大きな決断だったと思います。戦後のトヨタにおいて、すべての挑戦は初代クラウンから始まったのです。まさに日本という国が豊かになっていく勢いを象徴していた車、それが初代クラウンだったと思います。そしてマイカー元年の翌年、1967年に3代目が発売されます。中村さんの下で2代目の開発に携わった内山田亀尾さんが主査になりました。内山田さんは駐車場の車を観察する中でボディの色がだんだん明るくなってきたことに気づかれたそうです。そこでマイカーとして乗るお客様が増えることを見越して白いボディカラーを設定、3代目は白いクラウンと呼ばれモータリゼーションを牽引していくことになります。ここまでがいわばクラウンの創業期です。そこから20年はお客様が求めるクラウンらしさを確立する時代です。1971年にモデルチェンジした4代目では外国車との競争激化を見越してイメージを一新する大胆なデザインに挑戦いたしました。しかし品質トラブルの影響もあり販売面で
大苦戦を強いられます。クラウンは決してお客様の先を行き過ぎてはいけない。それが4代目の残した教訓です。それ以降、歴代の使者たちは革新への挑戦とお客様への期待、この両立に苦悩しながらクラウンの開発を進めることになります。そんな車作りが7代目8代目で実を結びます。開発を担当したのは今泉健一さんでした。いつかはクラウン、そう語り継がれる7代目により、クラウンは日本のステータスシンボルになり、8代目では歴代最高の販売台数を記録いたします。私は1984年にトヨタに入社いたしましたが、最初の職場は元町工場でした。8代目の生産準備にも携わりましたが、みんなが誇らしげに仕事をしていたことを今でも覚えております。80年代クラウンは名実ともに日本を代表するフラッグシップとなりました。しかし、これをピークに9代目以降は苦難の時代に突入をしてまいります。まずトヨタにおけるクラウンの位置づけが変わります。1989年トヨタはレクサスの最上級車 LS をセルシオとして日本にも導入いたしました。いつかはクラウン、その立ち位置が変わるという大きな転換点を迎えます。そして1991年のバブル崩壊で日本経済は不況に陥り、高級車需要は低迷いたしました。さらに輸入車との競争も激しくなってまいります。この逆風の中で登場したのが9代目と10代目です。開発を担当した渡辺博之さんは、いつかはクラウンの今泉さんの下で腕を磨かれていました。酸いも甘いも知り尽くした渡辺さんの時代からクラウンは変革期に入ってまいります。2000年代になるとトヨタは海外展開を加速し、規模拡大を追求してまいります。徐々に売れる車、売れる地域が優先されるようになってまいりました。クラウンの販売は右肩下がりの状況。このままではいつかクラウンはなくなってしまう。そんな危機感の中で2003年12代目を迎えます。開発を担当した加藤光久さんは、俺の代でクラウンを潰すわけにはいかない、その一心でクラウンの再構築に挑戦、世界基準の走行性能を目指し、プラットフォームやエンジンをゼロから開発いたしました。ちょうどその頃、私は師匠である成瀬さんの下で運転訓練を始めておりましたので、ゼロクラウンの走りの良さを自らのセンサーで感じたことを今でも鮮明に覚えております。このゼロクラウンにより、走りのクラウンという新たな方向性が見えてまいります。2008年にはリーマンショックが発生。赤字転換の中で私が社長に就任いたしました。会社としては厳しい状況でしたが、クラウンの変革に向けた挑戦は続けてまいりました。一目見てほしい、そう思える車にするためなら何を変えてもいい、そう言って開発陣の背中を押しながら、デザインを大きく変え、プラットフォームも刷新し、さらにニュルブルクリンクで走りも鍛えてまいりました。そこから14代目のリボーンクラウン、
15代目のコネクティッドクラウンが生まれました。この20年クラウンは時代の変化と戦いながら進化を続けてまいりました。そして迎えた16代目、日本の歴史に重ね合わせれば徳川幕府の江戸時代も15代で幕を閉じております。何としてもクラウンの新しい時代を作らなければいけない、私は決意と覚悟を固めておりました。一度原点に戻ってこれからのクラウンを本気で考えてみないか、開発チームにそう伝えたところから16代目の開発が動き出しました。私の言葉を受けてクラウンチームは歴代主査の思いに立ち戻ることから始めました。中村健也さんはこう言われています。信念を持って人に物を売るということは、自分の心でいいと思うもの、本当のお客様の心が入ったものを作るということです。自分の主張を盛り込んだ車に乗ってもらって、初めてお客様は面白い、乗りたいと言ってくださる。そうやって車を世に問うことが主査の役割なんです。これが主査制度の原点であり、私たちが目指しているもっといい車作りの原点だと思います。あれから2年、チームのみんなが形にしてくれたものはこれからの時代のクラウンでした。私が初めて新型クラウンを見た時の言葉は、面白いね。そして乗ってみて車から降りた時の言葉は、これクラウンだね、でした。本日新しいクラウンが誕生いたします。16代目のクラウン、日本の歴史に重ね合わせれば、それは明治維新です。ご覧ください、新しい時代の幕開けです。新時代のクラウンの誕生です。新型クラウンの開発を担当いたしましたミッドサイズビークルカンパニープレジデントの中島です。今回のクラウンの開発の経緯についてお話しさせていただきます。2年と数ヶ月前のことですが、まず私が手掛けたのは現在走っているクラウンのマイナーチェンジでした。社長の豊田にその企画を見せたとき、こう言われました。本当にこれでクラウンが進化できるのか、マイナーチェンジは飛ばしてもよいので、もっともっと本気で考えてみないか。今思えばここから16代目のクラウンの開発がスタートしたと思います。はじめに歴代主査の思いに触れ、そもそもクラウンとは何かを徹底的に見つめ直すところから始めました。そこには車の形や駆動方式という決まりは何もありませんでした。
あったのは歴代主査の革新と挑戦というスピリットでした。私たち自身が内向きに決まりを作り、自らを動けなくしてしまっていたのです。同時に社長就任以降、豊田が言い続けてきた言葉を思い起こしました。もっといい車を作ろうよと、世界一ではなく町一番を目指そう、この2つです。クラウンがロングセラーであり続けられたのは、歴代主査が常に町一番で考え、日本のお客様の笑顔を思い浮かべながら、もっといいクラウンを目指して挑戦してきたからだと思いました。そこから考えを大きく変えました。固定観念にとらわれず、これからのお客様を笑顔にするクラウンを目指そうと開発を始めたのが、このクロスオーバーです。ある程度形になり、社長の豊田からこれでいこう、ゴーサインが出たと同時に、新しい宿題が出ました。セダンも考えてみないか。正直耳を疑いました。一方で、私たちがあのマイナーチェンジの時から発想を変え、原点に戻った今だからこそ、豊田はセダンをやってみたらどうかと問いかけているのだと受け止めました。それならば、この多様性の時代、ハッチバックやワゴンも必要だと、4つの異なるモデルを提案したというのが正直な経緯です。改めて4つのクラウンをご紹介いたします。まずクロスオーバー。このクラウンはセダンと SUV の融合で、乗り降りしやすく、視点も高く、運転しやすいパッケージとしながらも、走りは新たなハイブリッドシステムとともに、セダンを超えるセダンとして進化させました。次にスポーツ。このクラウンはエモーショナルで創造的な雰囲気を持ち、乗りやすく運転しやすいパッケージとともに、俊敏でスポーティーな走りがお楽しみいただける新しい形のスポーツ SUV です。続いてセダン。このクラウンは正統派セダンとして、新たなフォーマル表現とともに、上質さ、快適さを追求しました。ショーファーニーズにも十分お答えできるモデルです。そして最後にエステート。このクラウンは機能的な SUV として、大人の雰囲気で余裕のある走り、アクティブライフを楽しんでいただけるモデルです。後席はフルフラットデッキにもなり、まさしくワゴンと SUV のクロスオーバーとも言えるでしょう。以上、これら4車種の名前はすべて統一してクラウンです。今回発表のクロスオーバーを振り出しに、これから1年半の期間で順次世の中に送り出してまいります。4つの車を並行して開発するのは至難の業でした。それを可能にしたのがカンパニー製と TNGA です。この2つなくして新型クラウンは実現できなかったと断言できます。まず1つ目、2016年から始まったカンパニー製です。それぞれのカンパニーには担当の車に愛着を持ち、またその車のことを最優先に考える人たちがいます。そして自分たちの意思で決断し行動することが使命です。ミッドサイズビークルカンパニーとして、クラウンを一番に考えることができたこと、またプレジデントとして自らの責任と判断で実行できたことが非常に大きかったと思います。
これまで当たり前であった開発プロセスを見直し、無駄を徹底的に削ぎ落とし、リソーセスを確保しなくてはなりませんでした。そのために、例えば製品企画と開発の各工程を一つのチームにし、全員がプロであるという意識を高め、従来以上に緊密なコミュニケーションで乗り切りました。二つ目は、トヨタニューグローバルアーキテクチャ、TNGA です。もっといい車を作りを実現するため、プラットフォームとパワートレインを刷新し、一体的に開発することで、基本性能を飛躍的に向上させることを目指し、2012年にその構想を立ち上げました。10年の時を経て、 TNGA も成熟進化し、その広がりがクラウンのシリーズ化を実現させました。 TNGA プラットフォームでは、一目見てこの車が欲しいと思っていただけるデザインや、ずっと乗っていたいと思っていただける走り、乗り心地など、車の基本性能を高めてまいりました。今回のクラウンではさらに成熟させ、例えばこのスポーツ、新開発した専用プラットフォームを用いて、タイヤ台形化とともに居住性とデザインの両立を狙い作られています。 TNGA パワートレインでは、低重心化とともに優れた走行性能と環境性能を両立させ、ダイレクト&スムースを重点的に開発してきました。今回さらに進化させ、例えばこのクロスオーバーでは、エンジンと電気モーターを直結させ、後輪にも大型モーターを搭載し、350馬力550ニュートンメーターというトルクフルな走りを実現。加えて緻密な四輪駆動制御で車両姿勢のコントロールも行う新しいハイブリッドシステムも導入しました。クラウンのコンセプトはトヨタブランドのフラグシップです。カンパニー製と TNGA で4つのクラウンを並行開発し、それぞれのお客様のフラッグシップにふさわしい品質に作り込み、お届けしてまいります。どうぞご期待ください。ありがとうございました。いつの時代もクラウンが目指してきたものは幸せの量産だったと思います。クラウンは日本の豊かさ、ジャパンプライドの象徴でした。そして世界に誇る日本の技術と人材を結集した車でした。新型クラウンにもそんな日本の底力が詰まっております。だからこそこの車で私はもう一度世界に挑戦いたします。新型クラウンは約40の国と地域で販売をしてまいります。シリーズの販売台数は年間20万台規模を見込んでおります。クラウンが世界中の人々に愛されることで、日本がもう一度元気を取り戻すことにつながれば、こんなに嬉しいことはありません。日本のクラウン、ここにあり、それを世界に示したいと思っております。最後に世界のお客様へメッセージをお伝えしたいと思います。 I'm so excited to announce today that this
New Crown Family of Vehicles will be offered not just in Japan, but globally for the very first time. Customers from around the world will now get a chance to drive this historic Japanese nameplate born out of passion, pride, and progress. A car that could very well be our crowning achievement. 皆様、日本のクラウンの新しい未来にご期待ください。本日は最後までお付き合いいただきありがとうございました。